皆さんこんにちは。今月から新たにスタートしましたジェフユナイテッド市原千葉のサポート番組、そのタイトル名はさらに魂を込めましてという意味でジェフ魂12ジェフ魂となりました。そのジェフ魂を担当しますのは野中智子です。私ですね、 J リーグ開幕してからの以来のジェフのサポーターをしております。皆さんと一緒に応援していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして今日私と一緒に番組を進行してくださいますのはジェフ千葉の広報志賀さんです。志賀さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私ですね、今までスキーが好きだったんですけれども、これからですね、ビシビシとご指導いただいてよろしくお願いいたします。ぜひ黄色く染まってほしいですね、はい、真っ黄色に染まりたいと思います。さあ、では志賀さんと一緒に早速ですね、我らがジェフ千葉の戦いを振り返っていきましょう。まずは3月25日第5節の鹿島アントラーズ戦からです。3月25日 J リーグ第5節、福田電子アリーナで行われた鹿島アントラーズ戦です。この日は前半からジェフもアントラーズもお互い激しい攻め合いとなりましたね。そうですね、ハース選手のシュートは惜しくもゴールの右にそれてしまいました。そして守るは立石選手、これはナイスセーブでしたね。片手で、ね、よく守ってくれましたね、はい、お互い激しい攻め合いとなりましたが、前半は0対0で終了。そして後半40分、ジェフも果敢に攻めてはいたんですが、鹿島のアレックスに決められて残念ながら0対1で負けてしまいました。でもこの試合、オシム監督もね、今日は言うことはないと、良い試合だったと振り返っていましたよね。はい、しっかり守れてたんですけどね、残念です。惜しかったですね。さあ、そして4月の2日、等々力陸上競技場で行われました第6節川崎フロンターレ戦です。開始早々フロンターレに1点を入れられてしまいましたが、18分、山岸選手からのパスを受けて決めてくれたのは牧選手、右足のシュートでした。ストヤノフ選手のスルーパス、はい、見事ですね。山岸選手もよく上げてくれました。見事でした。そうですね、そして終了間際、またもや山岸選手のナイスアシストです。山岸選手からのボールを決めてくれたのは阿部選手、角度のないところからですけど ね、これも土壇場よく決めてくれました。はい、見事なゴールでした。試合は2対2の引き分けで終わりました。皆さん、はじめまして。こんにちは。この順位は皆さんのサポーターの順位となっております。略してジェフ魂です。担当しますのは野中智子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。サポーターの皆さん、末永くよろしくお願いいたします。さあ、そして私のドキドキの初取材の福田電子アリーナでの試合、セレッソ大阪を迎えての試合でした。開始早々、羽生選手が右足で綺麗に決めてくれましたね。ディフェンスを一人で外して見事なゴールです。羽生選手の目の覚めるような右足、綺麗なシュートでした。さあ、そしてその4分後には今度は羽生選手アシストに回りますね。そうですね、はい、羽生選手のナイスパスを決めたのは山岸悟選手です。トラップちょっとね、大きくなっちゃったんですけど、はい、思い通りだったと思います。今シーズン山岸選手初ゴールとなりましたね。これでもっともっと決めていってほしいですね。そうですね、この日は2対1、私の初取材は初白星となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ようやく2勝目、そして福原では初勝利ということですが、はい、いかがでしょうか。そうですね、まあ、どこも楽に勝てる相手はいないんで、まあ、これからも多分苦しい試合が続くとは思うんですけど、
まあ、ホームゲームで勝てたっていうのは、まあ、これからのいい励みになると思いますけど。そして立石選手、4月の22日に32歳になられるということで、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。32歳になった気持ちと意気込みをサポーターの皆さんにメッセージをお願いします、はい。まあ、年はどんどん取っていきますがパフォーマンスが落ちないように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、おめでとうございます。さあ続いては4月の15日第8節味の素スタジアムでの FC 東京戦です。私はこの日もアジスタへ行ってきました。この日は牧選手が大活躍でしたね。そうですね、はい、前半10分阿部選手からのボールを牧選手右足で決めました。密集している中でね振り抜いた、まあ、牧選手らしいシュートですね。そうですね、まずは先制点を決めました。その後32分です。今度は坂本選手からのボールを牧選手得意のヘッドで決めましたね。はい、競り合いの中からそんなに高く飛んでないんですけどね、抜き出た形で見事なヘディングシュートですね。コースもバッチリです。さらに後半ジェフの勢いは止まりません。後半11分、これはシュート前のパスがすごかったですよね。この頭でのダイレクト、ダイレクトで最後は初ゴールですね。クルプニコビッチ選手のボールでした。牧選手もあの低いボールを頭でパスをするとはといった感じですね。ボールから目を離さないという意味ではヘディングが一番プレーしやすいそうですから。そうです、はい、さあそして2点を入れられてしまいましたがジェフはいいプレーを続け3対2で勝ちました。続いては3月29日福田電子アリーナで行われたナビスコカップ C グループ1戦目サンフレッチェ広島戦です。開始早々決めてくれたのは羽生選手です。見事なトラップですね、はい、まず1点目を先制します。くるっと1回転してもう3人のディフェンダーついてませんからね。そうですね、サポーターも大喜びですね。そうですねさあその後後半広島に決められ1対1の同点ですが36分、佐藤優斗選手が決めました。頼りになる選手がゴールを決めてくれました ね。 そうですね、狭いところでしたが嬉しいですよね。2対1、まずはナビスコカップ1勝を勝ち取りました。幸先の良いスタートを切りましたね。そうですね、さあ続いては4月12日福有で行われたナビスコカップ2戦目、アルビレックス新潟を迎えました。この日はスタメンで中島選手、楽山選手、工藤選手、水本選手が出場。1点を取られた前半39分、相手キーパーのこぼれ球を中島選手が決めてくれましたね。ちょっとファールかなというところで足が止まってた選手も中にはいたように思えたんですが、中島選手逃さず体当たりでゴール決めてくれましたね。はい、決めました。後半に入りまたも新潟に1点を返され追う形となりましたが、24分、楽山選手からのパスを受け羽生選手が決めます。途中出場からのゴールですね、短い時間で右足でそっと合わせてましたね。2本です。さあそして後半37分にはやはり試合を決めたのはこの人でした。これは高い打点の牧選手らしいヘディングシュートです。そうですね、綺麗な鮮やかなヘディングシュートでした。この試合は3対2で勝ちまして、現在ジェフは2連勝です。ナビスコカップ C グループ1位となっています。